世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は韓国が漢字を廃止した結果というお話をご紹介します。先日香港のメディアにて韓国人が漢字を廃止した結果思わぬ悪影響が出ているようですと報じられていました。実は日本のメディアでも日本人がちょっとだけ頭を使えばおかしいとわかることなのに韓国人がその論理的なおかしさに気がつけないのは漢字を廃止したことも影響しているのですと報じていたことがあります。日本は近代化が進むにつれてヨーロッパやアメリカの文化を表現するために大量の漢語を作りました。一方で韓国語にあった専門用語は科学、化学、物理、引力、重力など日本のものをそのまま韓国語に導入したものが多いのです。和製漢語を輸入したおかげで韓国は近代化を実現させることができたといえます。しかし1970年から韓国の教科書から漢字が姿を消しました。これは結果として韓国人に大きな悪影響をもたすことになります。韓国語には同音異義語がたくさんあります。日常会話はまだしも文章になると漢字がないことによる影響は大きいのです。日本植民地時代には韓国語には漢字がたくさんありましたがその形が難しいため識字率はわずか 6% でした。そのため日本は韓国での学校の数を5960件に増やし韓国人の教育に注力しました。そのおかげで1943年には韓国の識字率は 22% にも上がったのです。しかし1970年以降漢字が廃止されたせいで韓国人の思考力が著しく低下したと指摘がありました。拓殖大学のオー・ソンファ教授も漢字がわからないせいで辞書を読めなくなった韓国人学者が増えてきていますと指摘しています。それではこれに対する中国人の反応をご紹介します。だから韓国人は話が通じないことが多いのか。妙に納得したな。中国だって漢字は廃止寸前だったんだよな。代わりにピンインを使うという案だった。漢字を簡略化した中国人も同じぐらい愚かだと思っている。韓国人としては自分たちが宇宙最強なんだろう？その気になれば漢字ぐらい楽勝で扱えるでしょうね。世界が韓国のものだと主張した韓国人でもさすがに漢字という高度なものを自分たちのものだと主張する勇気はないか。漢字を使っているおかげで機能する能力においては中国人と日本人は西洋人よりもはるかに優れているんだよ。文字を見れば意味がなんとなくわかるからね。韓国人の身分証明書には漢字の注釈がついているんだよね。彼らは劣等感によって漢字を廃止したとしか考えられないな。漢字こそが最も偉大なる文字であると思う。確か韓国人がその愚行を称えるためにわざわざ漢字の印象を下げるようなドラマまで作ったんだよね。逆に日本では漢字が読めることがステータスだったんだよね。かなしか書けない人は軽蔑されるほどだったとか。韓国人の妄想力が成長したのもこのおかげかもしれないね。いいだろう。もう一度漢字を使いたいのならば使用料を払ってからだね。司書が読めなくなったか。なるほど。道理で歴史を捏造するような発言があるわけだ。歴史を知ってしまえば韓国人は絶望で苦しむだろうな。だから漢字がわからないのは逆に彼らにとっていいことかもしれない。日本も漢字を廃止することを昔検討されたらしいけれど不都合が多すぎるので断念したとか。中国語にも和製漢語がたくさんあるよね。日本人には感謝するよ。
漢字を廃止した韓国に対して少し皮肉が含まれたコメントが見受けられましたね。これに対して日本からの反応をご紹介します。韓国人は漢字が読めないから過去の歴史書を全然読めないんだね。自分の国に古代の歴史書がない上、中国や日本の古代の歴史書も読めないからファンタジーのような歴史がまかり通っているのか。江戸時代の裕福な人は漢詩を勉強していたみたいだね。水滸伝はベストセラーになっていたし。漢字が使えないのに名前が漢字とかおかしいと思うな。日本人が名前だけアラビア文字を使うようなものでしょう。韓国人の妄想力はある意味本当に世界一だと思うよ。日本もローマ字やフランス語にしようって案もあったけど、漢字を捨てなくて本当に良かった。韓国でもお年寄りの高学歴の人は履歴書を漢字で書くみたい。昔は漢字がステータスで高学歴の証だったみたいね。現在のハングルのみの文章は同音異義語が多すぎてその説明が必要になるんだ。結果として文章は必要以上に長くなってしまう。面白い話があって、韓国で発売されたハリーポッターの翻訳本は日本の翻訳本の倍以上のページ数と文字数に膨れ上がっているそうだよ。これも全て効率の低いハングルを使った結果ということだね。最後のコメントにもある翻訳本のページが倍以上になるというのは驚きましたね。ではそもそも韓国が漢字を廃止したのはなぜなのでしょうか。一概には言えませんが、植民地だった過去を消して新たな時代を築きたいという韓国人の願いもあったのかもしれません。韓国では1948年のハングル専用法により漢字は廃止の道をたどります。ただそのことに専門家たちからは猛烈なバッシングがありました。実際は1980年代までの公文書には漢字混じりもあるのですが、基本的にはハングル以外は使われていません。そして1980年代以降は完全にハングルに統一されました。こうして漢字を読めなかったり使わない韓国人が出てきます。韓国という国全体の政策によりこうした語彙力低下という弊害が出ていき、韓国人の学習能力は少しずつ落ちていくのです。実は韓国では漢字を廃止してしまったことを後悔しており、再び復活させたいと考える人も少なくありません。なぜなかなか元に戻せないのでしょうか。やはり一度根付いてしまった文化を変えるのは天を地に変えるほど難しいようです。ハングル専用法によるハングル文字の加速は韓国の語彙力を恐ろしいほどに低下させていきます。現在朝鮮語における漢字語のみに漢字が使われており、その他はハングル表記となっています。そのため漢字を読むことはできても書けない人が多くいるのです。日本から見ればその事実はにわかには信じられないことですが、そんな韓国にも新しい風がようやく吹こうとしています。それは漢字教育の復活です。表音文字のハングルは日本でいうひらがなのようなものです。日本のひらがなはあからんまでの46文字で構成されています。それに対しハングルは10の基本母音字と11の合成母音字、14の基本子音字と5の合成子音字を合わせて40文字で構成されています。もともと韓国語は漢字とハングルで構成されていましたが、現在では漢字はほぼないに等しいのです。本来漢字で書くべき文字も過去の廃止令により全てハングルで表記されています。ただそれでは良くないと韓国教育部の9割近くの方が思っていたため、漢字教育というものを取り入れて漢字を復活させようとしました。そしてその努力がついに実る日が来ました。ハングルの一本化が続いていた韓国ですが、2019年から小学5年生、小学6年生の授業で漢字教育が復活することになっています。
おそらく漢字の廃止による国全体の衰退に政府の打開策案として出てきたのでしょう。これは韓国だけではなく、結果的に他国にも影響してくる出来事だと考えます。今まで当たり前のようにハングル文字だけで日々の生活をしてきた韓国も、この教育により新しい風が吹くのです。日本はもちろんのこと、中国、台湾の間にある言葉の壁も漢字を使うことによって打ち破ることができるはずです。漢字を読めない、漢字を書けないは韓国の国民にとって当たり前でした。ですが、この教育によってそれらが改善され、韓国の一人一人の語彙力が上がることが期待されています。ただ韓国で漢字を書くということが普及するのはまだまだ先のようです。当たり前に読み書きができないから当たり前に読み書きができる韓国人が徐々に増えていき、それが韓国の発展につながる日は遠くないのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。漢字が廃止になると、日本と同じものを表現するのにも日本語の倍の文字数やページ数を要するのは考えただけでも大変ですよね。しかも韓国の古典文書は全て漢文で書かれているため、漢字が読めた世代と読めない世代では知識の断絶が起きてしまいます。一方で漢字は便利ですが、逆にややこしく感じたり分かりづらくなる時もあり、難しい書類を見つめている時にはもう少し砕いて書いてもいいのでは？なんて思ってしまうこともありますよね。動画をご覧の皆さんが、なくなってもいいんじゃないかって思われる漢字は何になりますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。